ヤナゲンは岐阜県大垣市で2019年まで営業していた百貨店。また、株式会社ヤナゲンはかつて同店を営業し、現在は外商による物販事業と不動産賃貸事業等を行う同市の企業。1910年に流言語福店として開業。1951年1951年に,に流言語福店として法人化した。 1961年12月に JR 大垣駅に大垣市高谷町一丁目に総合医療品店の柳原大垣本店として開業し、1966年には百貨店営業許可を取得した。1970年にはビーカンをオープンして増殖するほどの集客力を見せ、グランド玉子腰とともに家族連れや学生周辺にある。 宝石工場の女子工員たちが集まる大垣駅前を代表する百貨店となって、ピーク時には ABC の参観体制になり、仕掛け時計や観覧車のある屋上遊園地は子供たちに人気を博した。また、1974年には、岐阜県元須郡保積町稲里に、機大ホームセンター、スーパーマーケットでは1976年12月に、養老町に、 養老店、1977年12月に、大垣市に、寺内店、1992年8月に、大垣市にノースウエストショッピングセンターを、開業するなど多角化、多店舗化を進め、1995年には、大垣市を中心とする、岐阜県下に、百貨店、総合スーパー、食品スーパーホームセンターコンビニエンスストアなどを、 展開する総合小売企業に成長した。百貨店の売上げのピークは1991年で、売上高150億円だった。1997年3月1日に、ヤナゲンストアを設立して、スーパーマーケット事業を分社化し、売上高約175億円度で、従業員数350人、店舗数15店舗という規模で発足させた。 1999年には、機大ホームセンターを、家具や、生活雑貨を扱う、フル店としてリニューアルするなどして、環境変化に対応したが、2000年2月期の決算で、売上不振と、商品在庫の再評価を行ったことで11億円の、陶器赤字となって、債務超過に陥り、会長の浅野千恵子、社長の浅野博史津倉創業家出身の経営陣が、退任。 メインバンクの大垣協立銀行から田中官を社長に迎え銀行主導で再建に乗り出した。銀行管理下での再建に入ったため2000年9月には同じ岐阜県を本拠地とするスーパーマーケットのバローとの間でヤナゲンストアの店舗の売買交渉を行っているという報道がされたが実現せず、その後も 郊外型大型店との競合で業績不振が続いたため2005年5月31日に平和堂と業務提携を行い同年7月11日に平和堂が買収して事業を引き継ぐことを発表し同年9月1日から100%子会社として新設された株式会社柳園2店と株式会社柳園ストア7店が営業を開始した 平和道産化に入った後の株式会社柳園は2006年3月3日に大垣本店の C 館を閉鎖して返却し、売り場面積を約7000平方メートル縮小して約1万5000平方メートルの AB に関とする改装を行い、売り場の廃止、集約化を進めて効率化を図る一方で、デパ地下の食品売り場の高級化や、 婦人雑貨売り場の2倍への拡張といった手こ入れを行ったが業績は好転せず2010年2月期まで赤字が続いたそのため2011年7月30日には平和堂本体の仕入れ網を活用して家電や家庭用品などの日常生活に使う商品の拡充を行うとともに周囲の商店街との協力や採事を行って集客しながら 売上の約4割を占める外商を強化し、地元の人に普段使いしてもらう百貨店になることで存続を目指し、また、2011年7月20日は施設の老朽化を理由に従来の古店を閉鎖し、親会社の平和堂のショッピングセンターあるプラザ、鶴見内に出店しているセレクトショップを拡充して、 フルテントし、事実上大垣本店のみの営業に縮小するなどの対応を行った結果、2012年2月期にわずかながら形状黒字に転換した。なお、株式会社ヤナゲンストアー7店は当初はそのままの名称で営業していたが、2006年7月に平和道東海に吸収合併されて消滅し、店舗の名称も平和道となったため、 柳原の名称を引き続き使用しているのは、株式会社柳原のみである。平和堂の参加で、百貨店事業の立て直しが図られたが2018年2月期の、売上高は20億円だった。2019年2月21日、大垣本店を、同年8月31日、フル店を9月28日に閉店することを発表、物販事業から撤退し、 不動産事業等を継続することになった。しかし、閉店後も、顧客から商品に関する問い合わせが多く寄せられている。ことから、2020年9月より、外商部門を設け、約1年ぶりに、物販事業を再開した。フルテンの入居している、アルプラザ鶴見、ありがとうございます。